零五三型、フリゲート高等型、フリゲート高等型フリゲートは、零五三型フリゲートの中で、中国人民解放軍海軍発の艦対空ミサイル搭載艦である零五三サ K 型に与えられた、NATO コードネームである。創設時の中国海軍は、ソ連の50型警備艦をノックダウン生産した零五三型フリゲートを主力としており、後に、 これらのリバースエンジニアリング成果に基づく中国版、派生系を開発した。1960年代、零五三型の設計を発展させての次世代フリーゲートの開発が決定され、艦対艦ミサイル装備型と艦対空ミサイル装備系を並行して配備することとなったが、この当時、台湾空軍の航空攻撃による艦船の喪失が問題になっていたことから、 艦対空ミサイル装備型の開発を優先することとなり、これによって開発されたのが0 5 3系型である。NATO は本型に対して、高等型のコードネームを与えた。0 5 3系型の設計は053型フリーゲートに基づいているが、平ら艦艦線形を採用し、全長や容積は大幅に拡大されている。機関構成としては、当初はコダグも検討されていたが、 結局は、ディーゼルエンジン2機となった。これらの設計は、続いて建造されるレイ3型シリーズに、共通の特徴となった。レイ3系型は、火力として、艦隊空ミサイル、艦載砲、機関砲、対戦ロケットの3種類を搭載している。このうち、HQ-61B 艦隊空ミサイルは、防空フリゲートとして期待された本型にとって、 主要な武器であるが、その性能は決して満足すべきものではなく、特に、対空レーダーである381型の対クラッター能力の低さとも、相まって、低空域での光線性能に、重大な問題を抱えていた。また、本型が装備した、HQ-61B の発射機は、アメリカのテリアミサイル用、マーク18射装置に似た連装型で、 ミサイルを剥き出しに装填する形式であったため、海水などが、ミサイルの信頼性に影響を与えることとなった。本型より、手法として、大戦型の B-3456 合計 100mm 炭素砲に、変わって、新型の79式56合計 100mm 連装砲を、搭載しているが、これは霊語山型フリゲートを通じて採用されることとなった。 また、近接防空用として、これも初採用となる76式 37mm 連装機関砲を搭載しているが、これもまた、零五三型シリーズに共通の特徴となった。このように、設計、武装に多くの新機軸を導入したものの、主兵装である、HQ-61B 艦対空ミサイルの性能不足もあって、 本型が大量建造されることはなく、これ以後、中国海軍においては、フランス製の黒タルコ艦防空ミサイルの輸入まで、艦隊空ミサイル搭載艦のお経は途絶えることとなり、本型が当初狙っていた艦隊防空艦の取得には、ロシア製のソブレメンヌイ級駆逐艦の購入を待つ必要があった。しかし、本型は唯一の艦隊空ミサイル搭載艦として、 南沙諸島をめぐる一触即発の状況下で艦隊の防空を担い艦隊空ミサイルの運用に関して貴重な経験を蓄積した1980年代後半より HQ-61 に対してあらゆる面で優越した性能を備えたフランス製の黒タル股間防空ミサイルの輸入及び国産型 HQ-7 の実用化に伴い本型は その存在意義を失ったことから、1990年代、はじめに退役し、海軍の運営する、チンタを海軍博物館に譲渡された。譲渡された中でも531号のタカタンは、練習艦として、愛国教育、交流のために経留されている。ABC ベルナール・プリーズリン、ザネーバル・インスティチュート、ガイドツー・コンバット・フリーツオブ・ザ・ワールド。 1990から1991、ネーバルインスティチュートプレス、ピアニッシモ、八84から85、ISBN978 から0870212505、なお、艦隊艦ミサイル装備型として開発されたのが053、H 型である。後に、こう守る I 型に搭載された、発射機は、ミサイルを、円筒形キャニスターに収容した6連装型となっている。 ありがとうございます。